はい、皆さん、第33回生き生きどこもチャンネルミニ講演会ということで、今回はですね、骨粗鬆症のことを知ってほしい大腿骨筋部骨折と世界骨粗鬆症デーということでお話したいと思います。世界骨粗鬆症デーという、日があるんですね。ワールドオステオポローシスデーと言いますけども、そのことをですね、骨粗鬆症の、大腿骨の筋部骨折、足の付け根の骨折のことをお話して、それをこう防ぐための、日でもありますので、そうした流れでお話ししたいと思います。で、骨粗鬆症で、骨折しやすくなる状態が骨粗鬆症ですけども、大体多い場所っていうのは決まっててですね、背骨の圧迫骨折、あと大腿骨の筋部骨折、足の付け根、上腕骨の筋部骨折、肩ですね、あと頭骨延端骨折、手首ですね、4つとも大変なんですけど、中でもやっぱり大変なのが大腿骨筋部骨折、足の付け根ということになります。で、これはその大腿骨筋部骨折のまとめみたいなものですけども、大体今、推計でですね、22万から25万件ぐらい毎年この骨折を受傷されている方が、いらっしゃいます。で、今後も増えて大体年間30万件ぐらいになるんじゃないかというふうに、試算されております。で、寝たきりの原因ですね、にやっぱり骨折が原因になるって言った時に、大半がこの大腿骨筋部骨折で寝たきりになる人が多いということで、やっぱりこの骨折を、防ぐことはやっぱり介護予防に重要ということになります。で、そういうわけで機能予防、また生命予防、寿命を短くなることが分かっています。で、医療コスト、介護コストが高額ということになりますけども、で、この骨折ですね、急性期の治療で、もちろん保険効くので、皆さんがこの金額払わなきゃいけないわけじゃないんですけども、医療費が大体160万円、1件あたりかかります。手術して、入院、手術、リハビリで。で、あと、試算によると、その後の介護費用に、平均で同程度の額が毎年かかるということになります。ですので、結構お金かかるんですね。なんで、しっかり骨折を予防するということはとても大事ということになります。こんなふうな骨折をして、人工骨頭を入れたり、金具で留めたりとかですね、そんなふうな手術をして、で、元気な方はですね、この骨折を起こしても結構手術してリハビリやったら元気になって歩いて帰れるんですけども、弱った方がこの骨折を起こすと本当の、寝たきりになってしまうことも結構ありますので、この骨折を起こすにしても元気な方がいいということになります。で、この骨折ですけども、ずっと増えていってます。1987年からの、推計データですけども、どんどん増えて、で、2017年で19万3400件という、20万件ですね。で、この前の2012年頃の試算でですね、2020年で25万件弱、2030年だともう30万件超えるんじゃないかという、これ鳥取大学の萩野先生の有名な試算ですけども、今がだいたい22万か25万、もっといってるかもしれないぐらい、起こっているということになります。で、日本でですね、こういうわけで足の付け根の骨折、大腿骨筋部骨折はすごく大きな課題になってるんですけども、それ世界でも同じことなんですね。で、これ8月に出たアメリカの骨代謝研究の、メインの雑誌ですけどもね、大腿骨筋部骨折の世界の疫学ということで、骨折の発生率とか、骨折後の、骨粗鬆治療とか、あと死亡率というのを、調べましたということでですね、で、世界19カ国 で2005年から2018年までのこの骨折の疫学データを集計して、で骨折はですね、10万人あたりの骨折発生率はですね、最も少ないのがブラジル、95人ぐらいで、最も多いデンマークの315人と、で、日本が大体200人ちょっとなんですね。なんで、北欧の国というのは実は骨折が多いんですね。日光が少ないからということがあるかと思いますけども、で、骨折後1年間の死亡率、亡くなる人が多いんですね。シンガポールは最も少なくて 14.4%、 イギリスって3割近く亡くなるんですね、1年間でね。結構大変で、あとこの論文でですね、試算で2018年から2050年にかけて骨折発生件数を倍増すると、世界で倍増するということになってます。
でただその、この骨折が増えないようにですね、この骨折の後に次の反対側の骨折を予防するために骨粗しょう症の治療薬を服用することはとても重要って言われてるんですけども、ドイツは 11.5% と、低くて、イギリスは 50% と最も高かったんですけども、イギリスと上の方で亡くなる人が3割というので、まあ、ちょっと結構、薬飲んでも亡くなっちゃう人とか、まあ、亡くなっちゃう人が多いぐらいなんで骨折する人も多いの かもしれませんけども、まあ、イギリスって結構なんかこの骨折大変なんですね。なんか、まあ頑張ってこう次の骨折を予防しようっていうので、まあ、治療率も高いということになっているのかもしれません。でこれはまた別の論文でですね、世界各国の大腿骨筋部骨折発生率、人口10万人あたり、これは女性のデータですけども、でこの赤い色が数が多いところですね。で赤が濃くなるほど数が多い。ヨーロッパとロシアは多いですね。オーストラリアも多いですね。で、日本は、まあ、この、オレンジ色あたりですけどもね。でアフリカとかは、まあ、平均寿命がちょっと短めということもありますし、なんか骨強そうな印象はありますね。ような感じはあります。でもまあものすごくアフリカとか、南米は少ないということになりますね。で、まあ、ヨーロッパとか北米とかオーストラリアなどに、まあ多くてですね、まあ、先進国の大きな負担課題になっていると、まあ、これが世界でもうやっぱりこの骨折をなんとかしなきゃという必要性が日本だけじゃなく世界中で言われているということに、なるわけです、まあ、そこでですね、なんとかしようということで、ワールドオステオポローシスデーというのができております。でこれ世界骨粗しょう症で10月20日です。10月20日なんで10月20日なんだろうというと思いますけども、1998年に、国際骨粗しょう症財団、インターナショナルオステオポロシスファンデーション IOF って言いますけどと、WHO が、共同で骨粗しょう症と骨代謝障害の啓発を目的として制定されたということになっています。で世界中から骨粗しょう症に骨折をなくすことを目標ということで、世界規模でキャンペーンを展開しているということになります。でこれですね、その国際骨粗しょう症財団 IOF という、ね、これIOF でインターネットで引いてもらうとすぐに出てですね、いろんな、まあ、もちろん英語なんですけども、いろんな情報がまあ、こう表示されます。で日本は日本でですね、JOF ジャパンオステオポロシスファンデーションというのがあって、で、骨粗しょう症財団という、ね、まあ、日本はつけずに呼んでますけどもね、日本国内で骨粗しょう症に関する研究助成とか、医療関係者一般市民を対象とした啓発運動を行っているということになっております。それで、で骨粗しょう財団ですね、実は全国骨を守る会というのを組織してですね、でこの私たちの、高齢者運動基地間研究所もその骨を守る会の一員になっております、ということ でその骨粗しょう財団ですけどもね、まあいろんなこの、世界骨粗しょう症についても普及を頑張ってやってるということに なっております。でそれで、まあ、その日を知っていただくことと、あとこの WOD で、何を知ってもらいたいかという、まあ、骨粗しょう症の基本的なことなんですが、まあ、これが IOF のホームページに書いております。で健康な骨と骨折のない未来に向ける5つとステップということで書いてあります、まあ、こんなことに注意しましょうということで、まあ、基本的なことなんですけども、まず運動ですね。で運動を習慣化しよう、骨と筋肉を動かし続けよう。であと、まあ、過重運動、体重かけてやる運動がいいですね。あと筋力強化でバランストレーニングがベストですと書いてます。であと次に栄養ですね。で骨に良い栄養が豊富な食事をしっかりとろう、まあ、で過重運動とともにカルシウム、ビタミン D、タンパク質大事ですね、が、最も骨の健康に大切ですと。で適度に日光に当たることも十分なビタミン D のために大切ですというふうに書いてあります。で次がライフスタイルですね、生活習慣ですね。で良くない生活習慣をやめよう、まあ、ということが書いてます、まあ、健康的な体重を維持しよう、そして、タバコや過度の飲酒を控えようということに、が書いてあります。であとリスク因子、自分自身のリスク因子を確認しようということで、以前に骨折をしたことがあるとか、で親が骨粗しょう症だったとか、で骨を弱くする副作用のある薬を飲んでいるといった場合は、注意が必要ということで、まあ、もし病院にかかっているようなことがありましたら、医師に伝えようというふうになっております。
で最後は検査と治療で、必要な検査と治療を受けよう。やはりあの骨粗鬆症は症状がないあの病気、まあ、骨折して初めて症状が出るというような病気なので、まあ、検査しないとわからないということで、必要な検査とあと必要な治療を受けようということ で検査の結果によって必要があれば薬を続けて生活習慣を改めて、骨折から自分自身を守りましょうというふうに、書いております。で、まあ、この運動と栄養とライフスタイルとリスク因子と検査と治療、まあ、この5つがですね、あのやはり、まあ骨粗鬆症と骨折を予防するために大事で、リスク因子、まあ、あのさっきいくつかありましたけど、まあ、あのもっといくつか、言われていることがあります。まあ、女性の場合、まあ、閉経している状態はリスクになります。でカルシウム、ビタミン D、タンパク質の摂取が不足している、状態、運動が少ない、あとあの、痩せ低体重ですね、あの BMI って、まあ、あの体重を身長の2乗で割った値ですけど、まあ、それが 18.5 未満というのが、痩せているという指標になるので、まあ、あのそのような方で、タバコを吸う人で、お酒をいっぱい飲む人、あと糖尿病とか慢性腎臓病、腎機能が悪い人ですね、あの COPD、肺の、まあ、慢性的な病気ですね、まあ、肺気腫とかですね、あと関節リウマチの方注意しましょう。あと、まあ、血縁者、特に、まあ親ですけどもね、骨粗鬆症の人がいる場合は注意しましょうということで、まあ、リスク因子もとても大事ということになります。はい、でこれがですね、2023年、まあ、今年のですね IOF の、このワールドオステオプロセスデイの、ポスターで、まあ、ビルドベターボーンズということで、丈夫な骨を作ろうというような、まあ、ことが書いてあって、まあ、いろんな運動とか栄養とかのことが書いてあります。でこれは骨粗鬆財団の、今年のポスターでですね、まあ、あの言葉は同じに合わせています、丈夫な骨を作ろうということで、まあ、こういうポスターを、まあ、これも骨粗鬆財団の方からですねダウンロードできますし、で先ほどの IOF のポスターも IOF のホームページから、ダウンロードできます。はい、で、2023年ですね、まあ、あの日本各地でですねこの WOD 世界骨粗鬆デーのイベントを、やる予定になっているようです。で、まあ、あの石川県とか千葉県とかですね、広島県とか、まあ、でこれあの、ブルーライトアップって言って、あの、まあ、これあの、金沢駅のところだったり、松本城だったりしますけれども、まあ、そんな感じでこうあの病院とかですね、いろんな建物をこう青い光を当てて、で、まあ、それでこう骨粗鬆症に気をつけようというような、まあ、サインですけどもね、というふうに、いろんな、ところでやっております。で詳しくは、骨粗鬆症財団のホームページをご覧になっていただけたらと思います。はい、そういうわけでですね、今回はですね、世界骨粗鬆デーのこと、まあ、骨粗鬆症とあと骨折を予防しよう、特にこの大腿骨筋部骨折、やっぱり、まあ、骨折は起こすといくつになっても痛いですし、動けないし、手術も嫌でしょうし、であと動けなくなる、歩けなくなるということも、まあ、嫌だと思いますし、まあ、その嫌なことができるだけ避けられるように、若い時からですね、骨を強くして、転ばないような、運動機能を保って、まあ、要は、骨粗鬆症予防と、ロコモ予防ということで、お気をつけくださいということを、まあ、念頭に置きながら世界骨粗鬆デーのことも知っておいてくださいということで、お話をいたしました。はい、じゃあどうもありがとうございました。